皆さんこんにちは、マイデリンです。ソーリハーマイナハー、私のセカンドアルバムアクロススマイルスが8月21日に発売されました。ということで今日はそのセカンドアルバムをアンボクシングしていきたいと思います。ちなみにゲットしてくれた方、はい、それでは早速始まりましょう。まずはですね、このアルバムはレギュラーバージョンとリミテッドエディションバージョンがあります。レギュラーバージョンのジャケットは、爽やかな明るい私のスマイルスがついている赤いジャケットになってます。長はこういう感じです。とっても素敵でしょう。はい、続いては、リミテッドエディション。今回のリミテッドエディションバージョンなんですけど、もちろん曲を収録されている、あれ曲が曲お、あれどっちがの方が正解か、しかならコメントしてください。曲が収録されている CD もついているし、そして去年開催された私の初のワンマンライブ My Journey のダイジェストの映像も収録されるブルーレイもついてます。本当にいい思い出がたっぷりワンマンライブになったので、皆さんこのアルバムについてるブルーレイに楽しみにしてください。中身はこんな感じです。じゃじゃーん。これは曲が収録されている CD、 そしてじゃじゃーん、ライブのブルーレイです。ライブのロゴもついてますよ。めっちゃ可愛いでしょ。ブクレットも一緒に見ましょう。どっちもほぼ同じなのでリミテッドエディションバージョンで紹介していきたいと思います。まずはですね、ファーストトラック、サードパーティーはこんな感じです。そしてブラックスターとサーバイブ睨んでいるマイデリンです。そして火花とファイアワークス、私普段は自分のこっちの顔があんまり好きじゃなくて、こっちの方が自信が持ってます。なので写真を撮られた時にこっちの方に向いてます。でもこの写真はどっちのサイドの顔見えてるんですけど、どっちも自分にとって嫌じゃないので結構お気に入り。そしてサーチライト、リメイニングストーリー、この2曲はこのアルバムのために作った曲になります。本当に私の悩みとか不安とか記憶されている曲なので、なんかこの2つの曲を聴いたらマイデリンのことをもっと知ってもらえたら嬉しいと思います。ミラクルスープとウェイツーゴーで、最後にシャイニーガールとボイド、このボイドっていう曲は私の国の大人気な曲、クリアさんのシンコンという曲の、日本語のカバー曲になっています。この曲は私のファンに感謝の気持ちを表現している曲にもなってますので、皆さんこのアルバムでお楽しみにしてください。そして最後のラストページは、もちろんここは私のとってもかっこいい顔の写真もついてるし、このアルバムを一緒に作った関係者の皆さんの名前がついています。ここの皆さんがいないとこのアルバムが生まれることができないので、このページをしっかり読んでもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということで私のセカンドアルバムアクロスマイルスのアンボクシング動画はここまで終了になります。皆さんどうでしたか？このアルバムをゲットしてくれた方、本当にありがとうございます。まだゲットしてない方もよかったらぜひぜひ今発売中なのでゲットしてくれたら嬉しいです。以上、マイデリンでした。バイバーイ。めぐるめぐる